スカッシュはラケットを用いるインドアスポーツの一つ。名称は球が握り潰せることから来ているスカッシュのプレイ風景。四方を壁に囲まれたコートと小さいゴムの玉を用いて行う屋内球技であり、2名がラケットを使用してボールを交互に打ち合う。すべての打球は前方の壁に向かって打つ必要があるが、その他の壁もすべて利用することができる。 相手がボールを二度床にバウンドする前に前方の壁に打ち返すことができなかったり、ボールが壁に届かなかったりすると自分の得点になる。コートが比較的狭くボールが弾まない。ボールが行く先にはどこにでも追従する必要がある。少なくとも 480mm の高さに打ち返さないといけないので勢いを殺すことはできない。スカッシュには世界中に いくつかのバリエーションがある。アメリカでは公式シングルスとダブルスがあり、これは高級を使うこととコートのサイズが違っている。広めのコートと通常の球を使うダブルスもこれとは別に存在する。テニス等のゲームの派生として存在しているが、188カ国で2000万人がプレイしていると言われる。日本では学生の大会も 盛んになり全日本学生スカッシュ選手権大会、関東学生スカッシュ選手権大会などが実施されている。全日本学生スカッシュ選手権大会団体戦、学校対抗戦は40回を数える歴史のある大会である。高窓の宮のり親王が好んでいたスポーツの一つだった。シングルスのコート1、フロントウォール2、サイドウォール3、アウトライン4、サービスライン5、 サービスボックス6、ハーフコートライン7、ティーン、ありがとうございます。